アストンマーチ。アストンはこれね、思ったよりも値段高いからびっくりなんだよな、これ。1000万やそこらじゃ買えんっていうね。これいくらするんだろうな、これ。3000万ぐらいか？アストン。ジャガーといい、アストンといいね。イギリスは高えよ。イギリスの車高え。これは。アストン自体はあんまり調べないもんでね。どういうのかは。エンジンもとんでもなく V12 とか乗ってたりね。化け物なんだよね、アストン。これも左ハンドル。イギリスだけど左ハンね。このなんか、本革のこの縫い目のステッチといいね。かっこいいよね。アストンマーチンって書いてある、このヘッドレスト。素晴らしいな、アストン。でっかいタイヤついてるな、また。305の、30の、ZR20。もうキャリパーからローターとかももう、どうでかいよな、やっぱり。もうサイドステップも、カーボン。カーボン調じゃなくて多分本物なんだろうな、こういう車。カーボン調としか言わんもんで、本物のカーボンなんだろうな。うん。アストンマーチ。あとでちょっとチェックだな。チェック。アストンマーチ。アストン。アストンと。アストンと海。アストンと海。まあでもロケーションここ最高だな、でも。今いるとここんな感じだね。こんな感じだね。特にとこういう感じで。それでアストンと。ソマーチンのステアリング、重厚な感じだな。これはなんか D シェイプハンドルでもなく、なんだろうな、この形のハンドルな。スピードメーターはとりあえず360ぐらいまで刻んであるか。エンジンが多分これ V12 とかなんかそんなような気がするな。アストンだけは恐ろしいエンジン乗ってるもんな。今のこの時代にあえて V12 を作るとかね、すげえな。アストンマーチンでした。